適当に言ってる感じはするんですけど、でもその中で頭を動かしたりガードを固めたりして、あんまり組み人はさせないのにダメでした。当てやすかった？いや、当てにくかったですね。カウンターとかは当たるんですけど、その打ち終わりとかは絶対頭とか動いたりするんで、ちょっと当てにくかったですね。すげえ、これこそドラクエみたいじゃないですか。ドラクエ出てきそうじゃないですか。すげえ、装備したら強くなる。装備したら強くなりますね。装備したら。やば、危ない。どの辺が変わってきた？あの20になって。どうなんですか？なんか昔の写真見たら、まあ、今ちょっと絞ってないんで太ってるんですけど、昔の写真見たら太ってない時も、なんていうんですかね、筋肉がない太り方してるんですよ。で今結構こう胸筋とかもなかったんで、こんなに。でまあどうもこの細くなかったんで、そういう面では安定してきたのかなと思います。で今課題はやっぱりどの辺にあるの？どの距離であるの？やっぱでも接近戦、超接近戦ですかね。ゴリゴリのそういうのはちょっと苦手なので、自分が負けたモンゴルの選手もそういうのみたいな、そこですか。ウズベキスタンとか強い、やっぱ接近。そうですね、ウズベキスタンの選手はもう結構今そういう選手が多かった、今日対戦したのが多かったので、そこはやっぱ強かったですね。普通にあの距離だったら反対に自分の方が優位に立てるんですけど、このインファイトの頭つける距離だったらちょっと強かったですね。そこがやっぱ軽いかなと。仕掛けてくるボクシングなので、それに対応できずだいぶ打たれましたけど、まあここから、対応して、行ってもらいたいなと思ってます。それはこの滞在中に？そうです、やっぱり慣れてくると思いますんで、彼らも日本トップのボクサーだし、やっぱり世界でも実績ある、ボクサーなので、それを早めに慣れて、持ち帰ってもらいたいなと思います。いつから慣れると思いますか？いやもう今日から一回昨日ね、やられたことをもう学んで、もう今日から慣れてほしいなと思いますし、まあ、できると思います。その昨日できなかったことが今日できる可能性があるってことですか？まあそのぐらいは求めてますけども、もらったパンチをもらわないとか、昨日よくいかなかったことをすぐ修正して、自分の力に変えるっていうのが、まあ、彼らの能力だと思いますので、その辺が一般のボクサーと違うところかなと、はい、何かを感じてないようにありがとうございます。あと東京ゴールドメダリスト、アイホープ。Thank you very much. He like boxing and listen coaches, believe coaches. This is important. So we have training yesterday. Today I see he don't afraid. This is important too. So future, I think this is must be good boxers, because hard working, no lazy, this is very, very important. Distance, so short distance, us boxers good walking, but Japanese boxers, some don't understand.